はい、どうもゆうたです。今回はですね、ブレーキパッドを交換していきます。今回使うブレーキパッドはプロジェクトミューさんのレーシング999 R999 っていうのかな、39っていうのかな、わかんないけど、こちらのねパッドで、これ材質はメタルですね。今使ってる MX72 プラスは多分メタルとカーボンのコンポジットだと思うんですけど、これはメタル、結構泣くのかな。はい、こんな感じです。で、72もねそんなに残量が少ないわけじゃないんだけど、サーキットだとちょっと少ないかなっていう、街乗りはまだいけるけどっていう感じの残量なんで、ちょっと変えたいと思ってます。はい、ブレーキパッドも久々の交換なので、ちょっと外し方からおさらいですね。まずピンポンチで上のピン下のピン抜いていきます。あ、思いっきりスポイラーに当たっちゃったよ。で、ここの後、次、真ん中の13ミリ。よいしょ。ここも軽く叩いてあげて、ナットつけたまんまじゃないと、こっちにバンって飛び出てきちゃうから。よいしょ。こういう感じでね、これ向きあるんで、こういう向きです。で、ピンはこういうので、ここがなんかこう、なんだろう、膨らんでて止めになってるんで、入れるときはしっかり入れてください。で、ブレーキパッドをちょっとね、こうね、手の力でピストンを戻して抜ける。普通のやつは多分 SST とか使ってやらないとピストン戻んないと思うんですけど、僕のは手でこうやってやっても、よいしょ、ピストンが戻る。こういう感じ。はい、それで今外したパッドなんですけど、このように残量が違うんですよ。これなんでかっていうと、まあ多分ブレンボ自体がそういう仕様ではないと思うんですけど、僕バックプレートを取って裏にダクトホースをつないでるんで、ローターの方に。で、それで多分もしかしたら後ろだけ冷えて、こういう風にヘリの違いが出てるのかもしれないですね。はい。なんでちょっとローターに当てるんじゃなくて、真ん中のハブに当てて、ちゃんと全体を冷えるようにちょっと改善しようかなと思っています。はい。ただね、でもね、こういう減り方をしてるっていうことは、多分ちゃんとダクトホースの効果が出てるということなんで、それはまあ良かったなという風に思います。で、これはダクトホースのせいじゃなくて、例えばまあピストンの動きとか、エアが後ろだけ噛んでるとか、そういうブレーキの問題だとちょっと嫌なんですけど、ちょっとね、これは改善したいと思います。で、ちょっと僕シムつけてないんですけど、やっぱ熱伝導率がないと高いんで、ちょっとアクレのチタンのシムを欲しいなと最近思ってます。で、まあシムなしのがね、泣くんですけどね。まあ、ブ
別に泣いても泣かなくても僕どっちでもいいんで、ちょっとシム欲しいなって最近思ってます。はい、こんな感じです。はいはい、あとねちょっとね比べてみましょうか、残量を。まあ、こんな感じでやっぱりね全然違うんですよね。でなんでサーキットがダメで持ち乗りはいけるかっていうと、やっぱりその熱容量がやっぱ薄くなればなるほど伝導率が高いん でこっち熱ければ熱いほどやっぱこっちに熱が伝わるまでがやっぱ違うんで、熱容量の違いですね。はい、すぐフェードしちゃうんで、あの溝がないと使えるんですけどね。はい、という感じです。でこれ結構レーシング寄りのパッドなんで、温度域が200から800なんで、あの皆さんラジ乗りするメインの方は絶対にやんない方がと思います。ちょっと僕はもうほぼサーキットでしか乗ってないんでこれっていう感じで気をつけてください。はい、あとピストン戻すんで、ちょっとブレーキマスターの方は今こちらでこういう風に抜いています。溢れちゃうんで、ここが溢れてくるんでちょっとあの量を抜いています。はい、一応今こんな感じでねパッドの装着が終わりました。あとはまあ戻していくだけなんでまあ簡単ですね。よいしょ。よし。あの完全に入ると叩いてる音が変わるんで、ちょっとわかりやすいです。で、これね、あの結構ブレーキキャリパーかけちゃうこと多いんで、はい。塗装がね、僕は気にしてません。よいしょ。で、あと絶対これやった後、ピストン戻ってブレーキ効きませんので、最初皆さん必ずポンピングしてくださいね。突っ込んじゃいますからね。はい。で、13ミリで締めていくと。よし、オッケー。もう終わり。これで終わりです。簡単。はい。今、装着された感じがこんな感じです。あとね、ローターのね、被膜もね、ちょっとパッドが変わるとね、本当は研磨してね、あれしたいんですけど、まあそんなことできないんで、こんな感じです。はい。でね、近々サーキット行くんで、ちょっと後半にフィーリングのお話できたらいいかなとは思っています。はーい。で今両方パッド変えてもやっぱりこんぐらい油面が上がってくるんで、皆さんも溢れさせないように気をつけてください。はい。あとフロントのブレーキなんですけど、あのパッド変えたんですけど、結構ね、あの初期からガツンと効くタイプで、で奥もしっかり効いてくれて、でね、あの結構ローターの攻撃性が強くて、でローターの攻撃性も結構高くて、ダストも結構すごいです。これ普通に街乗りだけ。でね、あの踏んでる時のあのゴリゴリ感が結構すごいんで、まあ効きはね、いいんじゃないかなっていう感じです。はい。で、ブレーキの乾燥なんですけど、まあちょっと日光サーキットの走行を終えて、ちょっとあのサーキット終わった後にちゃんと乾燥言えてなかったんで、ちょっとまた後日撮ってるんですけど、
とにかく初期からね、ブレーキが制動結構立ち上がるんで、なんだろうな、今までの MX72 プラスみたいな踏み方をすると、もう初期からロックします。はい。初期から結構ちょっとのペダルタッチで結構ガッと制動力くるんで、そうだね。ちょっとコントロールは難しいかもしれない。ブレーキのそのストッピングパワーっていう分に関してはかなりすごいね、力はあるんですけど、そこをまあ繊細にコントロールして、まあリリースしていくっていう風な話になるとまたちょっと違うのかな、的な。まあ、あくまで僕の個人の感想なんで、はい。まあそこのとこはちょっと、ね、人それぞれもしかしたら感じ方が違うかもしれないけど、僕はそういう風に感じましたね。で、結構ね、ジャダーが出やすいかもしれないですね。はい。で、あと、まあ、ブレーキは良くなきます。だと多分、ダストもすごいね。減りももしかしたら早いかもしれないね。はい。っていう感じかな。はい。で、あとそう、ABS がね、すごい介入しちゃいますね。がっつり踏むとロックしちゃったりとか。で、ペダルがすぐパッて戻ってこないんで、ガガガって持ってかれちゃうんで、そこはちょっと怖かったですね。あとは、まあ、リアのブレーキパッドが違うの入ってるんで、そこの、まあ、バランスだとか色々あるとは思うんですけど、っていう感じです。はい。